袋糸の初戦となった選抜出場校常葉大菊川は1回、連打と押し出しで1点を先制します。なおもワンアウト満塁で6番佐藤。鋭い打球はそのままレフトスタンドへ。満塁ホームランでこの回一挙5点を奪います。さらに菊川は3回、フォアボールとヒットでチャンスを作ると2番勝又。センターの頭上を越えるタイムリースリーベースでリードを大きく広げます。袋井はその裏、菊川のエース久保を攻め立てると3番荻原。センターに抜けるタイムリーで1点を返します。しかし反撃もここまで。常葉大菊川が13安打11得点の猛攻で7回コールド、3回戦に駒を進めました。自分がやってやるぞと思ったんで、自分としていい当たりが打てたっていうのは良かったと思います。次の試合にもつなげていけたらいいなっていうのは思います。